皆さんこんにちは、グローカルの松田です。今日はですね、元ジャイガ海外協力隊で教育事業に携わられている白井さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。アロハー。アロハージュリって呼んでください。はい、ちゃん、じゃあちょっと今回はすごくフランクなインタビューにするっていうところで、ジュリちゃんとナオさんっていう形でちょっと呼び合うような形にさせていただければなと思ってます。じゃあ早速なんですけれども、海外協力に興味を持ったきっかけっていうところからお聞きしたいなと思ってまして、はい、ジュリちゃんはなんで国際協力に興味を持ったんですか？国際協力っていうものに興味を持ったというよりは、海外から来た方と交流するのが好きで、交流するうちに自分も行ってみたいなっていうふうに思って海外に行き出したっていうのが始まりかなと思います。なるほど。じゃあ最初は国際協力っていうよりは海外に興味を持っていたりとか、国際交流みたいなところに興味を持たれてたっていう感じですかね？そうですね。でも子供の時だったので、あまりそれが国際交流だとか国と国とかっていう意識はなかったですけど、単純に交流するのが楽しかったなっていうところから始まってると思います。なるほど。一番最初に自分が海外とのコミュニケーションを取ったのってどっか覚えてます？自覚してるのは、小学生の時に自宅にタイの青年がホームステイしに来たんですよ。で、彼は日本語とタイ語しかできなくて、はい、私は日本語しかできなくて、お互い共通語がない中でジェスチャーとか使いながらコミュニケーション取ったっていうのが一番最初の経験かなと思います。そうなんですね。実際どうでした？それ体験してみて。いや、通じたんですよねで、帰国後も手紙とかのやり取りをしていて、はい、で高校生になった時に自分のアルバイトで貯めたお金で彼が住む町に連絡しないで会いに行くっていう連絡もしないで会いに行くと。トゥクトゥクに乗って、はいはいはい、住むおじさんにこの住所を伝えてたどり着いた家にいました。え、実際どうでした？会った時覚えててくれましたし、はい、嬉しかったですね。なんか簡単には行かなかったんですよ、旅行も、うんうん、トゥクトゥクのおじさんにまずアルファベットで書いた住所見せても、はい、アルファベットが読めなかったんですよ、ね、確かに。でなんとなくでこう伝えていって、おじさん首かしげてて、大丈夫かな、この人ついてってみたいな感じだったんですけど、なんとか村の人たちに聞きながらたどり着いたっていう感じで、感動的な再会をしました。なるほど。高校生の時にそれ行かれたと思うんですよ。一人だけ？その時は高校の友達を誘って二人で行ったんです、はい。いや、2人もすごいですけどじゃあもうそれが自分としての国際交流って言ったらあれですけど、まあ、海外に初めて行ったきっかけみたいな。そうですね。こう親に連れて行かれたわけではなく、友達とっていうのは初めてでした、ね、いや早いですね、高校生の時から。もうその好奇心は始まってたみたいですね。なるほど。実際その後大学には行かれて、はい、大学はどういう専攻されてらっしゃったんですか？大学はですね、日本に一つしかない地球市民学科っていう、はいはいはい、ご存知ですか？名前は聞いたことあるんですけどそれぞれが興味のある世界で起こってる問題だったりとか、興味があるものを突き詰めていけるような学科だったので、はい、まあ自由でしたね。その時はいわゆる海外も関係のあるような学科みたいなもので、国際協力とか国際交流っていうところにもちょっと連携してるようなイメージだったんですか？確かに思い返してみれば、協力隊っていう名前を聞く機会だったりとか、先生たち自身が何かしらこう海外で活動してた方だったので、うんうん、多少なりとも知識はそこで入ったのかなと思います。じゃあその中で、まあ、いわゆる大学を卒業するまでは地球市民学科っていう学科で勉強されてたってことですね。だからその時にもうアフリカとかにも行かれてたんですか？その時はですね、国内外の座学だけではなくて必ずフィールドにも行きましょうという学科だったので、はい、国内と海外と行ったんですけど、海外はフィリピンのボホール島とセブ島に行きました。はい、はい、なるほど。でそこで実際何か生活をされたイメージは？そこではですね、まあ、いろいろ自分たちが興味がある施設を訪問したり、はい、でインタビューをしたりとか、はい、ホームステイをして村の暮らしを知るっていう感じのフィールドワーク。なるほど。でその後国際協力っていう枠組みにちょっと親和性のあるような学科に行ってフィールドワークもして、まあ、大学を卒業を迎えるわけですけど、そこから国際協力の道に進もうと思わなかった感じなんですかね？そうですね、身近に大学卒業してすぐにっていう事例があんまりなかったので、はい、あとはこう将来に対してそこまで真剣に考えられていなかったのもあって、学校に来てる求人に申し込んですぐに就職するっていう感じ。ただ国際的なこととか外国には興味があったので、外国の方々と関係を持てるような仕事を選んだので、はい、まあ、メーカーの国際営業に配属されてカスタマーサービスをしてました。なるほど。で具体的にやってたのはいわゆる海外の事
事業部の方との連携みたいな。そうですね、海外の営業と工場の間に入って調整をしたりとか、海外の工場と日本のお客さんの間に入って調整をするっていうような、はい、まあそんな感じです。ありがとうございます。具体的にそれってやっぱ業務としては楽しかったですか？業務は調整する相手が人だったので、はい、無駄話8割、仕事2割ぐらいで、はい、私生活のこととか話したりとか、実際その例えば台湾師匠の一緒に仕事をして同僚に会いに遊びに行ったりとか、はい、個人的な交流もあったので、はい、すごく楽しかったですね。なるほど。やっぱりじゃあ営業担当者のコミュニケーションって、まあ、仕事だけの話じゃなくて、まずはプライベートで打ち解けつつ仕事でも関係を築くっていうところをされてらっしゃったんですね。そうですね、単純に楽しんでたってありがとうございます、はい、そこにどれぐらい勤められてらっしゃったんですか？4年半で、4年半を辞して JICA 海外協力隊っていうところに移られると思うんですけど、はい、具体的に JICA 海外協力隊ってもともと知ってらっしゃいました？そうですね、もう大学入る頃かその前にはもう知ってたかもしれないんですけど、どこで知ったかは正直覚えてないんですよね、うん、なるほど。どっかしらでその名前とか、まあ、当時で言うと多分青年会や協力隊だと思うんですけど、その名前を知ってではいたものの、うん、行きたいなっていうところは当時は考えてなかったんです、うん、そうですね、そこを目指してたっていうわけではなくて、こう海外行って働きたいなって思った時にどんな選択肢があるかなって並べた時に、あ、そういえばこういうのあったなっていうふうに思い出した感じ、うん、なるほど。じゃあ、まあ、4年半ぐらい勤められていて、でその後転職しようかなっていうところも考えられてた感じなんですかね？そうですね、ずっと日本のオフィスで働いてたので、はいはいはい、海外に行きたいな、もう少し刺激的な生活をしたいなっていうふうに思っていて、ただ何も技術がないなと思っていて、じゃあどんなことができたらいけるかなっていう思いがあって、でその時ある選択肢の中から選んだのが日本語教育だったんですよね、うん、会社で働きながら日本語教育の養成講座を受けて、少しだけルーマニアに派遣されるということがありました。なるほど。民間企業に勤めた後 JICA 海外協力隊に行きたいけれども、自分に持ってる専門性って今ないんじゃないかなって考えて、じゃあ自分でできることってなんだろうってなった時に日本語教育だと。でも日本語教育ってもともと大学の時に学んでなかったから、そこをどっかしらで取ろうという考えだったってことですね。そうですね。ちなみに日本語教育はどこから、どうやって、それは。そうですね、もともと大学に日本語教育の講座はあったので存在は知っていて、はい、ただもう卒業していたので職業訓練校みたいなのをインターネットで探して、はい、まあ、職場から近かったところに仕事の後通うっていう感じで決めました、うんうん、なるほど。じゃあもう仕事もしつつ日本語教育の勉強もしつつ並走してた時期があったってことですね。でももう会社を出たい気持ちでいっぱいなのでそっちには力入ります。あ、なるほど、うん、会社で働くよりも日本語教育の勉強をする方にフォーカスを置いてたって感じですね。そうですね。ちなみにちょっとざっくりなんですけど、はい、日本語教育っていうのってどういうことを学ぶんですか？あ、そうですね、私たちが英語の文法をこう一から学ぶようにメソッドが日本語にもあって、動詞の活用とか、うんうんうん、形容詞の使い方とか、そういうのを1メソッドを学ぶっていう感じですかね。あ、なるほど。でもあまり日本に住んでたら学ばないことを学んでるようなイメージなんですよね。そうですね、私たちが日本語を習得した過程とは違うので、うん、自分の言語を客観的にこう外から見る感じっていうのは面白いですね。実際じゃあ日本語教育の養成講座を受けられてたのどれぐらいの期間を受けられてたんですか？本当は1年と少しで取れるはずだったんですけど、うんうん、ルーマニアっていう国に3ヶ月派遣されることになったので、うん、間3ヶ月派遣されてまた帰ってきてから養成講座を終えるっていう形で、多分トータルで1年半くらいはかかってるかなと思います。具体的にはどういう経緯でルーマニアで働かれてたんですか？当時日本文化発信事業っていう事業が外務省で行われていて、はい、そこのプログラムに参加したっていう感じです。実際ルーマニアで日本語を教えられてたのって高校生？高校生ですね。公立の学校に日本語コースが。おお、そういうことですね。で今までは JICA のボランティアがずっと入っていたんですけど、ルーマニアが EU に加盟してからはその事業がなくなってしまったので、文化発信事業っていう事業でボランティアを送り続けていたっていう。なるほどですね。じゃあそれで実務経験を経て日本に戻ってきて、はい、
これでようやく JICA 海外協力隊に受けられるかなみたいなところが入ってきたそうですね、まあ、一つ日本語教育っていうのを職種として意識した時ではあったんですけど、うんうん、国際交流っていうのを授業を通して行ったっていう経験をもとに、あ、日本の国がどんな風な交流授業を行ってるんだろうって興味を持ってご求人を探したら、はい、ちょうど外務省が行っている国際交流事業を運営している一般財団法人に出会って、その後にもう一回入るんです、ね、そうなんです。この話をしてるとですね、この撮影終わらないんですけどね一応経緯としては一般財団法人で、はいはいはい、国際交流の運営をしたっていうのがその後1年間あります。そうか、だから日本語教育としてルーマニアに行って、その後一般財団法人で国際交流に1年間ぐらい携わって、もうこれで大丈夫だろうというところで、ようやく授業趣味に入っていくわけですね。お疲れ様です。ありがとうございます、はい、じゃあ一旦ここで、はい、終了させていただきます。ありがとうございました。